こけら落として私たちの最初の出し物として呼んでいただきました。どうもありがとうございます。今日は第1部第2部分かれまして、シアンコグラスの日本のおゆっくりとお楽しみください。新聞潰し者です。男の海よ。
今日は本当にもういつもと比べてだいぶプレッシャーがかかりました。もうこのハードレインという場所をこけら落としということで、オープンですよね。オープンということを呼ばれても初日でもう私たちね、本当にお客さんが大勢来なかった。最近なんでかというと、もう閉店の時に呼ばれることが閉店セールとかね、おしまい店じまいセールが多いんだ。もう縁起が悪い私たちでございますけども、今日は晴れのオープニングなんです。もう大勢のお客さんありがとうございます。本当にちょっとすみませんね、お子様まだ1歳3ヶ月ぐらい。ありがとうございます。いやいや、まだ1歳になってないです。すみません。もう私たちもびっくりしてるんです。もういつもこんなねマイクいっぱいもらったり、こんな大きなスピーカーとかモニターとかもらうことがないものですから。もうさっきもリハーサルした時もいいんですよ、こんな大きな音出して。近所から苦情が来たらどうするんですか。大丈夫ですからということでやっておりますけども、それではですね、もうだんだんともう今日は第1部があって第2部があって、もう入れ替え制でも何でも最後まで見てもらわないと内容が違います。でもうこってりとね、第1部16曲、第2部も17曲だからきついんですよ、ちょっと頭ガンガンになりますまあ非常に、まあ、これで、まあ、一生鎮座の演奏聴かなくても大丈夫です、まあ、コーナーを織り交ぜてやっておりますので、それではどれが大丈夫どっかに柔らかいところもありますか。いきましょう、大昔のヒットナンバーで、今から50年ぐらい前の星の流れ。よし、ワンツー、スリー、フォー。
いつもはこの演奏だけじゃなくて、お芝居をしたりやるわけですけど、今日はちょっとスペース的に、大変だというね、もう演奏の方だけで。まあ、のどかな時代は結婚するときでも馬に乗って花宮さんは山を越えて行ったそうでございます。その時代の歌でございます。林道峠。一頃は借金まみれになった島倉千代子さんが、誰も知らないと思いますけど、今立派に返されたそうでございます。それでは、行きましょう。尺八の音色、首を振って音楽の学校に行きますとクラリネットを吹きながら首を振ってはいけないと習うんですけど、この人は首を振ることが大得意でございます。新潟県は三条の出身でジャイアント馬場の町内会です。
洗濯板に、まあ、バケツとかいろいろついておりました。まあ、あの前回と変わったところはこの穴が一段と大きくなったところでございます。ほんでこっちの、まあ、お客さんから向かって左側にもう穴随分大きくなります。これ右の方も随分と進行してきまして、新しいガンガン、そうなんでございます。もうどんどん進行しておりますけど、この辺をうまいこと穴に手を入れへんように叩いとるとこお楽しみいただきたいと思いますけれども、今回は、はい、あの小林ともかれこれ20年一緒に演奏やらせてもらっておりました。もういつも私ばっかりガーッとやれなんで、なんでございます。もううちの一番のテクニシャンでございまして、クラリネットを吹かしたらもうナンバーワンでございます。あんま折れへんけど、ちんどん会でございますよ。ちんどん会で、それも大阪のちんどん会でナンバーワンでございます。素晴らしいでございます。もうジャズを一番得意としておりまして、今日はそこで2人で差しで、差しで、はよ差しで1曲まるまるというわけでございません。前半ほんのこんだけこれ差しでやります。おようにありがとうございます。よっ、すみません、さっきさやから飯島愛ちゃんね。もうまだそこまで。それでは、曲の方はジャズのナンバーでございます。素敵な、素敵な、テンポ早いよ。はい、いいですよ。めちゃくちゃ早い。ちょっとゆっくりね。していただくために、ポピュラーにこの我々の編成でお送りします。ポピュラーになるかどうかは、ね、ニコラス目から、ニコラス目からあのジャズのデキシーのテンポに変わりますんで、入ってもらったら嬉しいなと思ですね。感動してもらったら嬉しい。 それでは先生、はい、よろしくお願いします。
かどうか、ギターを片手に一軒一軒お店を回るギター流しのお兄さんでございます、北島三郎さんの、まあ、あの方も大体北海道から出てきて、新宿の方とかで流しをやっておりまして、まあ、その方がデビュー当時の歌でございますけども、関東流れ歌という歌を聴いていただきます。生活をされておりまして、マイクのない生活で、クーラーのない生活みたいな。これ入るかな？はい、あ、こっちでいきます。はい、入ります。まあ最初の紹介の時はちょっと冗談めかして言いましたけども、もう本当にもう20年ぐらい前からの付き合いでございまして、よく飛田あたりの銭湯で会いました。ね、彼はもう本当にちょっと前までは本当に痩せてごぼうみたいに痩せてた。で、だんだんとまあ裕福になったのかだいぶ。
撮ってきましたけども、年齢がちょっとわからないでしょ、年齢が。もう皆さん、あっちのもう50絡みの数字。全然まだもう30そこそこでございます。嘘嘘嘘嘘。とにかく嘘の三八よりですね。いやいや、もう38歳。で、小さい頃から、とにかく浪曲の方をやとにかく親が浪曲師でございますから、浪曲師の子供としてもうちびっこ浪曲でもう日本中を旅をして回って、いらっしゃいました。それから、天王寺の辺に落ち着いて、それから一流企業にも勤めましたけど、大きくなってからで、やっぱすっぱりその道を諦めて、でまた再び芸人の道をね、まあ、16歳からやっております。16歳からもうずっとこのギターを街で歌うというストリートシンガーをやっていらっしゃいました。もやないけど素晴らしいですね。まあ、ほんでこの付き合い、最近もう20年間付き合ってますと、もうぼちぼちなんか2人で一緒にやろうじゃないか、みんなでチンドンとやろうじゃないか、そうですね、同じ道端生活者としてですね、やろうじゃないかというの、今度 CD を作ったんです。で、私がお金出したんで、彼が全部お金出したんで、ほんで私は伴奏の方でちょっとお願いしました、ありがとうございます。ちらっとだけ手伝わせていただきました。でその歌の方も、今日持ってきましたけど、まだ気に入っていただいたらまた買ってください。なにわちんどん物語、ちょっと前に天童よしみさんがちんどん物語という歌で、それにあやかって間違えてお客さん買ったらいいんじゃないか。なにわちんどん物語狙ってるんです、間違えてください。ちんどん物語、もう一つ北でやった女というのがあるんですけど、まあ、その 2曲入った CD を作りました。今日はですね、せっかくこの機会でございますから、このちんどん管弦楽オーケストラの伴奏で生で、これはですね、もういや、僕も初めて歌わせていただきますから、ね、初めて、これはリハーサルなし。ほんで他の場所でもこの間近鉄劇場でやりましたけど、その時もちゃんとしたバンドの方がいましたから、私は横に立ってるだけだったんですけど、いやでも僕の作った作詞作曲なんですけど、この雰囲気の歌なんですよ大体。そうですね、もう一つよろしくお願いいたします。それでは初公開でございます、生演奏でちんどん物語。はい、何はちんどん物語です。ちんどん物語。
ありがとうございました、まあ、普段から汗かきですね。そうです、もう一人で仕事したみたいに ね、ありがとうございました。まずは高橋さん、はい、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。まだ2回ともステージこんな違う曲やりますので、はい、まあ、こういう演歌を聴く機会もないと思います。まあ、なかなか生で聴くといいもんじゃないかと思います。それではギターを抱えて、はい、どうもありがとうございます。またそこすいません、ちょっと開けてください。まだこのしばらく1時間ほどこの近所はまだ流してまいりますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。そうですよね、はい、サイドの曲になりました。Baby, baby, 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 baby